I sat for so long that I built a home. They tap at the windows and think they were bones. Lay hands on the bricks and I'd sweat from inside. I could feel it. Now here you are with your mallet and light.ということで皆様こんばんは。はい、ということで今回からですね、Life is Strange Exposure だっけ、やっていこうと思います。なんとですね、一番最初の Life is Strange から10年後の世界で、主人公がね、マックスが戻ってきたということでね、めちゃめちゃ楽しみなんですよね。Life is Strange は、一番最初、マックスとクロエのやつについては実況しているんで、はい、ぜひね、興味があれば見ていただければと思います。ということで、じゃあやっていくか。続ける。明るさちょっと明るい方がいいかな。よし、 OK で、ニューゲームだね。よし。あ、ないない、これマックスだよね。そう、10年後だか大人になってます。これ何、これ、え、あ、これ服装か。あ、まあこれでいいか、デフォルトで。よし、じゃあ行きまーす。チャプター1、生物画。やっぱりカメラを続けてるんでしょうかね、マックス。ドアを叩く音。音の字幕いいんだけどこれ切れないかな、設定で。Life is Strange ね、何作か出てるんですけれどもね、クロエの話とか、あとなんか主人公が変わったりとかあったんですけれども、私はやっぱりね、マックスとクロエが好きだったから。あー、マックス、ちょっとね、主人公が変わった作品の Life is Strange はやってないんですけど、この人サフィーって。驚いた、まさか犯罪も厭わないとは、マックス先生ちょっとお邪魔するだけだよ。声一緒だわ、マックス。変わってないんだよね。でも、こっから先は？同じ人。どうやって通るの？ここを。はあ、諦めるのは早い。お、ちょっと待ってて。ちょっと待って、これ。設定。これなんだ？字幕。グラフィック。あ、性的表現の。警告あんのか、性的表現。オーディオ音量の警告いらんな。ちょっと待って、ユーザーインターフェース、あ、これか。会話字幕は表示でいいね。クローズドキャプション、話者名欲しいね。え、なんとかの音とかいらないんだけど。これは、あ、これにするか。フォント声に変えて、あ、これね、これがいらないわ。 OKOKOK、 よし。よし、行きますか。じゃあボーリング場に入る。え、無理だね、これなら。いけそう。本当に？信じて。よし。持ち開けて。マックス何しようとしとるんや。犯罪どうちゃらみたいなこと言ってたけど、まあ不法侵入っていう。せーの。
やった。でもなんか廃墟っぽいですね。なんか地獄の扉を開けちゃったかも。映画だったら絶対生きて帰れないね。うん、せめて無事帰れるくらいの希望欲しいな。まあ学部生の頃の友達にこの建物推しの子がいてさ、でも忍び込む？建物推しってなんだ？やっぱり変わってるよね。廃墟マニアってこと？こういうのが大好きなの。特に廃墟を見るとどうしても中に入りたくなっちゃって。何もない空間のどこが好きなの？ポテンシャルが新たな価値を見出してる。こっちかな。誰からも見捨てられた場所でしょ、いらないって。そこに新たな価値を見出したい。そんなところに価値があるの？きっとあるよ。ほらバーといえばさ、いい絵になりそう。え、ならちょっと。ダメ。何？なるべくここにあるものはいじりたくないの。人の手を加えずにありのままを写し出したいから。なるほど、わかった、触らない。写真を撮りに来たって言ったよね。じゃあ私は何をしてたらいい？可愛くしてて飲み物で、飲み物ください。ウォッカマティーニをお願い。どのカクテルも今なら漏れなく雲入りです。確かに廃墟飲み物とか飲みたくないよな。お、周辺に写真を撮ります。おお、写真が撮れる。へえ。じゃあこれ撮ればいい？ R1 ズームイン、ズームアウト。ほら、いいね。で、何を撮りたいの？結局そのガラクタの山に何を見出すの？撮影するときはまず主役を探すの。作品全体の軸になるようなものを見ればピンとくる。どこか寂しげな、一番寂しそうなもの。ラジャー、もうクロエはもう完全になくなってるんだよね。空気が悪い。ボーリング場。きっとこの建物アスベストだらけだよ。じゃあ見てみよう。サフィー。サフィーが楽しんでてよかった。うわ、このシミ、顔なじみ？サフィーが楽しんでてよかった。不法侵入に無理やり付き合わせちゃってたら嫌だし。うん。ちょっと待って、ごめんね、たびたびね。ユーザーインターフェース、あ、違う、ちょっとカメラをよ、上下がちょっとリバースの方がやりやすいんだよな。カメラどこだ？あ、あった。上下反転、これかな。はい、早く。よし、これでやりやすくなった。お腹が空いてそう。サフィー話せばいい。何ニヤニヤしてるの？あ、そっか、写真撮れって言ってたよね。別に。あ、これじっくり見る。なんだか人間の顔みたい。確かに、なんかさ、ミスチルのさ、アルバムかシングルのジャケットでなんかこんな感じはなかったっけ。写真撮ろう。いつ頃からある建物なんだっけ。建てられたのは60年代、閉鎖されたのは確か10年くらい前。本当に？もっと放置されてそう。50年とか。悪趣味なものほどボロくなるのが早いからじゃない？確かにね。確かにね。でも私にとっては専門外だから何とも。この説をモーゼスに唱えたら科学的に分析してくれそう。でもさ、マックスさ、ボーイフレンドいたよね。いんのかな彼は。写真を撮る。よし、撮りました。はい。なんだか人間の顔みたい。まだ何箇所かあるのかな。
撮影ポイント。あ、目標を確認できる。やっぱそうだよね。あ、これもだ。最後にボーリングしたのいつだっけな。ジョン・ウィットルの誕生会だ。確か9歳。これは何か飛び出してきそうって考えないようにしよう。あ、ここは撮影ポイントじゃないんだ。アイスケーキが出たし。あ、31のアイスケーキが食べたいです。ボーリングレーン、あ、これか。はい、オイルも枯れまくりだね。廃墟になったボーリング場ってこんな感じなのか。案外ネットで見たより綺麗かも。ここの写真？うん、古いウェブサイトにあった。誰がアップしたんだろう。相当な変わり者でしょう、ホコリ好きの。うん、撮りますか。これ何？これ缶のタワー？あ、ビールじゃん。ビールって書いとるわ。ビール撮ろう。ワイは酒が好きなんだ。ビール、ビール。どれを主役にするかもう決まった？え、まだ撮れない。まだ。でも見ればわかる。大学の土地じゃなくてよかったね。もしそうだったらとっくにママが更地にしてた。タープを引き下ろす。どこ？あ、代わりに立派な文学部の校舎が建ってたから。急になんかQTみたいなの出るやん。立派でちょっとつまらないやつ。あ、これか、タープ。ここを閉鎖した当時これだけはちゃんと保存したかったみたい。じゃあ引き下ろしてみます。いや、風じゃない、もうやばい。何にも触らないんじゃなかった？やばそう。あ、なんか光が当たったら綺麗だろうな。かわいいね。うわ、やば、見つけちゃった。ん？お目当てのさ、ほら、一番寂しそうなものってやつ。こんなに綺麗なのに今は見向きもされない。でも今日は主役？そういうこと。ただこのアングルじゃちょっとね。かわいいね。あそこだ。え、なに、上まで登るの？はいはい、見てみるね。階段かなんかあんのかな。上の階に上がる方法を見つける。サーフィーが楽しんでてよかった。どこだ、ここ出口なんのか。あ、なにこれ、電動入り記念。ああ、なるほど。ボーリングでスコア180超えたことないな。やるじゃんダグ。ちょっとダグ何やってるの。ダグ何やってんだよダグって誰だよって感じだけど。あ、なんかこれはイベント掲示板。そしたら私は使いかけフリントライターの優勝にかける。これは火曜日LGBT ボーリングリーグ。わー、なんかあれやな、多様性やね。はあ、あと9年早ければピザをもらえたか。何？本当だ、ピザ一切れ無料って書いてる。カレドン大学の学生証をご提示ください。だって、ちょっと待って、さっきのやつ。ちょ、ダグは何をやったの？ボーリングでスコア180超えたことないな。パーフェクトスコア。やるじゃんダグ。おお、ダグパーフェクト取ってる。ちょっとダグ何やってるのスコア36やばい、落差がやばい。ここはボーリングシューズ。出た、ボーリング場の最人気エリア。過去にも誰かが階段代わりに使った形跡あり。なるほど。あ、ここも写真撮れる。靴に囲まれて暮らしたい。いいね。売ります、ボーリングシューズ、中古ジャンク品。写真撮るか、なんか味があるな。
靴って寂しいの？そりゃ捨てられてたらね。あなたのお母さんに初めて送ったのも靴の写真だったし。それやば。今年のカレドン客員アーティストは学長に足フェチ写真を送ってたってこと？失礼だなお前。ちゃかさないでよ。私が足フェチ写真でお小遣い稼いでるような女に見える？マックスって真面目そうでさ、裏の顔が。空き家の散らかったクローゼットの写真だよ。靴がそっくり残ってて好評だった。不公平だね。ママは私のクローゼットが散らかってると怒るのに。しとるか。お、これはなんだ。これ僕、いや、なんか人形だな。はい、よし。じゃあで登る。登れなくなっちゃったやん。やば。でもまあ大丈夫。ちょっと危なかったね。助手がいてよかったでしょ。お尻の骨を折ったら救急車も呼べないし。写真を撮ったら下ろしてあげるから。いや、写真撮ってこよう。はい、よしやろう。絶対いい写真を撮るぞ。パルクールには自信ある？パルクール、他の方法はないの？他にあるよ。安全かはあなた次第。ちょっと待ってて。木馬がボーリングしちゃいけないってルールはない。パルクールといえば、あのパリオリンピックのさ、聖火の人めっちゃかっこよかったよな。ほんと葉っぱを吸ってる。パルクールのプロの人らしいけどね。この場所にぴったり。もうずっと巻き戻しの力は使えてない。あ、そうなんだ。つい癖が出ちゃう。へえ。力持ってるけど使えてないってことかな。多分この部屋で間違いない。開けますか。ボーリングのマスコットね。大人の私には可愛く思えるけど、子供の頃に見た夢に出てきてうなされそう。お、バースデイ？クチタガーランド。誕生日パーティーの名残がかえって不気味。ダイイングメッセージみたい。怖いこと言うんじゃないよ。さあ、これです。あ、ちょっと待って、なんかあるな。まだ瓶。よくないよ。立つ鳥跡を濁さずって言うでしょ。飲みすぎじゃない？こっちの方が怖いんだけど。猿のウォール跡、なかなかの大きさね。猿の DJ としてはマスコットより。よし、じゃあこれを。よし、まさに求めてたアングル。じゃあ撮りますか。あ、危ないよ。これちょっと引きの方がいいかな。いや、よし、撮りました。あ、サフィー、女神やん。へえ、サービスいいね。高級ホテル並み。はしごボーイにチップを弾むの忘れずにね。いいのが撮れた。じゃあ地獄から脱出だ。サフィーいい人やな。よし、ということで、じゃあ今回ね、ここまでにしておこうかなと思うんですけど、これセーブってないのか。これオートセーブってことかな。じゃあ次回はこの続きからやっていこうと思います。いやー、なんかちょっと
あのこの手のアドベンチャーゲーム久しぶりだからさ、めっちゃ楽しいわ。本当もうこの時点で楽しい。お疲れ様でした。